はい、こんにちは。この間孫の手の話したとき、せっかくなのに孫の手に関してうんちくたれるの忘れたんで、ちょっとうんちくたれさせてくださいと。孫の手って言葉の由来は、おじいちゃんおばあちゃんの孫がおじいちゃんおばあちゃんの背中を描いてあげる手の代わりの孫の手じゃないですからね。中国の仙女に孫っていうのがいたらしくて、まあ先爪の先が尖ったその仙女のその手に描いてもらったら気持ちいいだろうな、の孫の手が濁って孫の手になりましたから。で、あと、同じ孫で言うと、時々やっぱり勘違いしている人がいるのが、孫にも衣装の孫は、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんの孫じゃなくて、馬の子って書いてる孫ですから、馬引きの子の孫です。まあ、それはまあどうでもいいし、知ってる方もまあ多かったと思いますが、もし知らなかった人いたら、ああ、そうなんだと。まあ、どうでもいい知識ですと。で、一つ橋の三次関数に関する問題なんですけども、三次関数があって、x が2以下の範囲で最大値が105となるような a の値を定めてくださいと。まあ三次関数、これごく普通にグラフ、外形、まあ a の値によって極大値や極小値がどこなのかも変わってくると思うんで、a の場合分けが必要でしょうが、まあそれで場合分けして検討すればいいのかなと。じゃあまずはグラフ、極大値があるのかないのかということで、微分してみると、3x 次乗マイナス 6ax なんで、これは 3x(x-2a) だから0と 2a で、まあ、極大値極小値あると、まあ、ただ a が0だと極値なしですね。もう、まあ、a が0だと要するにこの関数なんで極値なしと。なんで a が0の時はまあ場合分けして検討するとして、 a が0じゃなければ極大値極小値あると、0と 2a、じゃあ、0と 2a、どっちが0でどっちが 2a かわからないんで、こういう場合と、もう一個。こっちが 2a で、こっちが0の場合と。今、まあ、この2つの場合を分けて、まあもちろんこれはもうすぐ、わかるんで、これと、このまあ3つですね。3つの場合で検討すればいいと。で、さらに、x が2以下の範囲。まあもちろん、x の範囲がなければ、三次関数、最大値は無限大なんで、最大値ないんですが、2以下の範囲だからってんで、2がどこなのかと。この極大値を与える x、まあまだ後で出すとして、ここが何か。それよりも2が右にあったら、それはこっちが最大値だし。2が左にあるんだったら最大値はこっちですと。2がこの極大値を与える、極大値と同じ値を与えるこの x 座標よりも2が右か左かも、分けて考えなきゃいけないと。こっちも同じで、この極大値と同じ値を取るもう一個の x 座標、まあ何かよりも2が右なのか左なのかと。こっちだったらこっちが最大値だし、2がこっちにあるんだったら最大値はこっちでしょ。ということで、まあこの4つとまあ0の場合を分けて考えて検討すればいいと。じゃあまず a イコール0の時はこれはもう f カッコ x は x 3乗で単調に増加の関数なんで、最大値はもう f カッコ2ですと。は、8-12a 足す a。なんで、マイナス 11a プラス8。これ、この後もしょっちゅう出てくるんで、ちょっと覚えておこう。が、105。これは、a が0じゃないですね。a が0じゃないんで、明らかにダメと。じゃあ、a は0じゃないと。a は0はダメでしたと。じゃあ、a が、こっちの場合、正の場合。a が正だったら、極大値が x が0の時、極小値はまあ、特に書けなくて、じゃあ、これと同じ値を取る x 座標は何なのかと。の時は、まず f カッコ0の値は a。を取るもう一個の x 座標はっていうんで、x 3乗マイナス3、ax 次乗プラス a が a となるようなこの x 座標は何かなというと、これは a が消えて、x 次乗でくくれるのは当たり前というのは、ここで重解になったらおかしいんで。で、x-3a が0だから、ここは 3a と。じゃあ 3a が極大値と同じ値を取る x 座標は 3a。それが2よりも左なのか右なのかによって分けて考えればいいと。じゃあまずこっち 3a の方が2よりもちっちゃいとき、すなわち a が
3分の2よりもちっちゃい。で、A が正だから、この場合において、A が3分の2よりもちっちゃいときは、最大値はこっちですと。F カッコ2はもう出したと。マイナス 11A プラス8が105になるような A っていうのは、A はマイナス11分の97は、この範囲には入ってないですねと。そもそも負なんで。入ってないです。ダメと。じゃあ A が、3A が、2よりも右、すなわち 3A の方が2よりも大きいとき、すなわち A が3分の2よりもでかいときは、最大値はこっちです。ここですと。最大値は F カッコ0、すなわち A なんで A が105のとき。これは A が3分の2、あ、で、あと、3分の2をどっちかに入れてあげなきゃいけないんじゃ、こっちに。この時は、A が3分の2以上の時は、A が105なら、ちゃんとこれ満たしますと。最大値105。じゃあこれ OK と。ということで、A イコール105は一つの答えと。じゃあ今度、こっちの場合、A が、負の場合。A が負の場合もやはり、じゃあまずは、ここと、極大値を取る。極大値と同じ値を取る x 座標はっていうんで、ここの値を求めるのに、それにはまず f カッコ 2a は 8a3 乗マイナス 12a3 乗プラス a はマイナス 4a3 乗プラス a を取るようなもう一個の x 座標は何ですかっていうと、それは x3 乗マイナス 3ax2 乗プラス a がマイナス 4a3 乗プラス a と。おそらくこれは a が消えて、x3 乗マイナス 3ax2 乗プラス 4a3 乗イコール0となるような x 座標。で、これ因数分解はもう瞬間的にできるんですね。っていうのはこれ、なぜならば、x-2a の2乗っていう、重解を持ってなきゃいけないと。なぜならば、ここ、こう接してると。x-2a で重解を持ってると。じゃあ、相手方はっていうと、展開して、x2 乗マイナス 4ax プラス 4a 乗を展開してこれにならなきゃいけないんだから、定数は、プラス a か。これで 4a3 乗になる。で、もちろん、ちゃんと、これとこれ掛け算したらちゃんと合ってますと。ということは、この x 座標は、マイナス a で、もちろんあともう一個、この、あといいんだ。これを因数分解していいんだよ。マイナス a と。で、じゃあそしたら、やはりまた、このマイナス a が2よりも右か左かで分けて考えると。じゃあマイナス a が2よりもちっちゃい。マイナス a が2よりもちっちゃい。こっちの場合。すなわち a が、反対向き、マイナス2よりも大きい場合と。A がマイナス2よりも大きい場合、最大値はやはり F カッコ2はさっきから出しているマイナス 11A プラス8が105は A イコールマイナス11分の97。A は負ですよね。負で、0とマイナス2の間にないですね、これ。これマイナス 9.x のはずなんで。これダメと。で、じゃあ次に、2の方が、マイナス a よりもちっちゃいとき、すなわち、a が、口閉じる、マイナス2。で、こっちも、じゃあこっちイコール。a がマイナス2以下のときと。a がマイナス2以下のときは、最大値はこっちですと。そうすると、f カッコ 2a が最大値になるんで、8a3 乗、なんかさっき出してた気がするな。マイナス、12a3 乗プラス a と。じゃあこれが105になればいいと。そうすると、マイナス 4a3 乗プラス a が105なんで、移行して 4a3 乗マイナス a 足す105が0と。
じゃあそしたらこれは、因数分解できないか悲しい話ですが、まあ105の約数、まあ1はなんか全然足んなそうだから、まあ3ぐらいとりあえず3か5あたりで割り切れてくんなきゃ悲しいと。で3入れて、マイナス入れなきゃダメですね、プラスなんで。マイナス入れると、マイナス 27×4、108、マイナス108とマイナスマイナスでプラス 3OK ですね。ってことはA プラス3で割り切れて、40-1105マイナス3で割ってるから4-12-12-36-35マイナス105で割り切れて 4A²-12A+35。 ここがまあプラスのでかい数だから、まあこれはイコール0は実数からないですね。ってことは A=-3の時、最大値105になってます。で、A イコールマイナス3はちゃんと、A がマイナス2以下の範囲に含まれてるんで、答えにふさわしいと。いうことで、結局2つの答えは、2つとかまあ、出てきた答えが A が105とマイナス3の時に、代を満たしますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。